こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため YouTube 頑張ります。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。どうぞご覧ください。さて、昨今大変人気なハイボール、そのハイボールも今いろいろアレンジが出てきています。テンダリーでも人気のあるウイスキーの一つ、スコッチシングルモルトタリスカーです。スカイ島で作られているちょっとスモーキーなピーティーなウイスキー、こちらのハイボールにこちらブラックペッパー、黒胡椒、これをちょっと振りかけるという飲み方も人気があります。普通の黒胡椒で十分結構ですが、こちらはこのウイスキータリスカーの、こう香り、風味を、香りをつけた胡椒に、胡椒です。この、ペッパーハイボールを作るときに、普通一般的には氷を入れて、ステアしてまた氷を入れて炭酸を注ぎ、その上から胡椒を振りかける。という作り方が一般的だと思うのですが、そうしますとどうしても胡椒は上の方に浮いているのでちょっと飲みづらいですし、口に胡椒が残っちゃったりと、まあ、香りは立つんですけども、なんか飲みにくいなと思ってました。お客様になるべくストレスをかけたくありません。そこでちょっと一工夫です。まず氷を入れます。こちらにハイボールを注ぐ、はい、ここまでは同じ手順、はい、この段階でそして、ステアします。一番最初に胡椒でもいいと思います。いい感じです。そして2つ目の氷、炭酸を注ぎます。そうしますと胡椒が全体にうまくきれいに混ざってくれます。このようにしてちょっと一手間変えて作るだけで美味しいストレスのない、ペッパーハイボールが出来上がります。もう少し胡椒感が欲しい人はまた最後にちょっと一振りしてもよろしいかなと思います。ペッパーハイボール、どうぞお試しください。